はい、どうもおはようございます。今日もきっつりです。今日は8月18日かな、お盆休みも今日で終わりなんですけどね。ね、先日ね、寿司の海岸からキスが消えたななんて言いながら調査して行き着いたのがここだったんですけどね。だもんで今日はちょっと朝一から来てみました。結構ね、早い時間は人がいっぱい入ってて、結局ここしか空いてなかったんですけどね。もうすぐ夜明けぐらいかな。ちょっとまたね、今はねまだちょっと涼しくて心地いいぐらいなんですけどね、そのうち暑くてこれ人間の方が参ってしまうでしょうからね、早い目にサクッと釣って帰りたいなと思ってるんですけど、そんなにうまいこといくかどうかね。まあとりあえずやってみます。さあ、じゃあ行ってみましょうか。階段もね、遠くの方が良かったから、いきなりちょっと遠くまで上げましょうかね。投げにくいちょっとまだ潮が高いもんで投げにくいああ、まだねこの時間は涼しくていいですね。まあそんなこと言ってるのも、もうあと、うわ、いきなり当たっとる。あとちょっとやと思うけどな。前回がね、朝の1時間ちょっとやって5匹というね、ちょっとやばい状態だったもんねただね、ここへ来たのが8時半ぐらいだったかな。まああちこちさまよいながらですけどね。で、そこから1時間半で30超えになったから、俺は朝一で来ればもうちょっといいんじゃないかと思ってんですけどね。今日はね、ちょっとピンギス対策というか、まあピンギスもね結構混じってたからね、できればかけたくないもんで、ちょっと針大きめの7号で来てんですけどね。3つかよ。いしょ、それでもやっぱこうちっちゃいのかかるな。まあ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 じゃないですか。おっちゃ、当たり自体はあるんですけどね、ちょっとなんか弱々しい感じやな。まあね、前行った寿司の浜はね、釣れてないからかなんでか知らんけど、人全然おらんかったんやけど、ここはいっぱいいますね。5時前に来たけども、もうほぼ入る場所ないような感じやったでね。隣はルアー、まあ、ルアー投げてる人が半分以上じゃないかな。その向こうはキスですね。また3つや。あれね、1個目落ちや。しかもなんかね、すれちょっと物は試しで近いところの様子も1回ぐらい見てみましょうか。近くにもおるな。この間来た時はね、近くでは当たりなかったかな。あれやっぱもう時間がだいぶ経ってたからかな。三色でも活発に当たりますね。まあ、あの堤防の先からやったらほんとちょい投げでいける感じですかね。近くで釣るのもありやな。あれもっと当たったんやけどな。やっぱちょっと遠くまで投げましょうか。朝一はね、もうほんと着底したらすぐぐらいの感じで当たりがあったんですけどね。
ちょっとなんか当たりが減ってきました。海藻や、ちっちゃ。一応パーフェクトなんやけど、ちっちゃい。4色入ったぐらいのところが一番良さそうやったで、ちょっとその辺を重点的にやってみましょうかね。この辺がいいな。4色入ったところというよりはもう3色に入るぐらいのところやん。あ、そう、近づいてきとるかな。うわ、メゴチや。メゴチがいた。おー、なんか当たり減ってったね。この間ね、だいぶ日が高くなってから来てあんだけ釣れたんやで、こりゃ朝一で来ればもっと釣れるやろと思ったんやけど、そうでもないんやな。あかん、遠くへ投げてもこのサイズや。あれあれ、でこれはやっぱりカラスとか交換あたりまで行く方がいいんかね。こないだはね、浜がら空きで場所選びたい放題っていうか、まああのちょっとずつ移動しながらね、ずっと叩いてないポイント叩いていけたんやけど、これは無理やしな。出た。キスチャリコメゴチ、三種混合みたいになってきた。あいや、はあ、暑なってきたし、下道も増えてきたし、そろそろ終わる時間かな。7時、もうすぐ7時か。今6時55分です。あー、これキスや。ちょっとマシなキスもおったね。4色やな。今年はね、去年の一昨年に比べるとちょっと不調だもんでね。去年はね、10月に入ってもまだキス釣れとったと思うけど、今年は終わりが来るのも早そうですね。9月入ったらもうだいぶ終盤になるんじゃないかな。どっかでね、オチのあの入れ食い荒食いに出会えるとね、それはそれで楽しいんやけどな。まあ、ちょっといいのもいます。まあまあまあ、こんなもんじゃないねんか。ちょっとね、だん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 サイズダウンしていって、挙句には下道ばっかりで、ね、混じるようになってきたなと思って、意気消沈してたらまたちょいマシのキスも回ってきだしました。やっぱたくさん釣るコツは頑張ることかね。7時ぐらいで帰りたいなと思っとったけど、もうちょっと残業していきますか。なんか一瞬バタバタっと来たと思ったらもうおらんやん。群れが小さいんやね。今日南蛮漬けの日やな。南蛮漬けだけじゃちょっとおかずには乏しいよね。毎回南蛮漬けにするのもなと思ってネット見てたら、キスのエスカベシスというのがありましたので作ってみました。美味しかったですよ。レシピのリンクを概要欄に貼っておきますね。
めっちゃちっちゃい。なんこれ。今年は本当雨が降らんでね。まあ来週はね、なんか天気予報見てたら傘マーク並んでたから、ちょっと雨が降って海がまた良くなってくれりゃいいんですけどね。水温は上がるし塩は濃くなるし、魚にとってやっぱちょっとこう岸に来にくい条件なのかもしれないですね。降ったら降ったでね、水塩だとか濁りがとかいうし、降らんには降らんで塩が濃いだの酸素が足らんだのいうし、なかなか難しいですけどね。どうしますかね今日は。最近ね、両妻折りっていうんかな、半身にしてくるっと丸めて串に刺して塩焼きにしていくのを気に入っててですね、食べやすいのでね、丸ごと1匹をね塩焼きにするとちょっとこう身をほぐしながら食べないかんけど、半身にしてそれを串に刺して焼いてあげたら串焼きみたいな感じ、パクッと食べれるもんで、なかなか食べやすくていいです。まあ釣れるには釣れるんやけど、このサイズばっかりやな。さあ、じゃあこれ最後の一投にします。最後の一投ぐらいちょっと思いっきり投げるかな。今日はただね、小さいのばっかりでしたけどね。この間がね、お裾分けに来た割には、まあ、小さいのも半分ぐらいはいたんやけど、もう半分ぐらいはちょっといいのもいたもんでね、ここいいなと思って来てみたんやけど、ちょっと甘かったですね。さあ、じゃあそろそろ終わりにします。今回もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、チャンネル登録と高評価ボタンの方もよかったらお願いいたします。それではまた次回お楽しみにしてください。さよなら。あ、キスですね。ここなの。ちっちゃいけどね。ちっちゃい。倍ぐらいあるといいんやけどね。ちょっと。